3分線のレースですね、5番の武田選手、宿口選手が出ます。ここもだから前受けなんですよね。昔ね、先行って中段もいらないでしょ、抑え先行だから。まあ抑え先行だったり、まあね、ちょっと中段なら中段から動きたいっていうのがありますけど、だ昔はこうその後ろにつく追い込み選手と、まあ選手、うん、まあ、自分たちのような自力選手というのは、うん、まあ、ある程度この、まあ、走るちょっと前で、まあ、あの選手がいるからこういう攻め方の方がいいですかねとか、うん、そういうなんかあるじゃないですか。そうですね。だけど 今の選手ってそういうのじゃなくて、どちらかというと追い込み選手とその後ろにつく選手とかとそういうあれじゃなく、もう自分の好きなように走りたいんですよね。うん、武田選手もこれ、矢徳選手なんかだと普通なら中段から行って最終的に行けるわけですよ ね。でもやっぱりこう武田選手を、ね、尊重するというか、うん、まあ、地元ですしね、まあ、前から行ってもいいということでしょうけどね。ということですよね。で中段西日本のラインですよね。で先行しやすくなりましたよね。これ後方に南関東ライン、はい、佐々木選手のラインがありますから、ここ先に動きますからね。まあ、でも6番の武田近藤選手はもうやる気があったような感じですね。そうでしたね。あの失格もね、うん、今季2回しているということで、はい、あまり横の動きというよりもね、うん、しっかりこう縦を出してというレースになりましたよ ね。武田選手、うーん、5番の武田選手ね、チャカちゃん、はい、頑張ってほしかったですけどね。そうなんですよ。多分武田選手最後でしたよね、ゴールね、今回。そうでしたね。まあ、合わされましたからね、もう浮かされた形なので、ね、なかなか入れなかった。だからこういうふうにして、なんかちょっとこうレースを乱す選手と走るのはちょっと、まあ、かなり気をつけないといけないですけどもね。ここから、まあ、そうですね、はい、あと2周を残して佐々木選手が前に行きますね、うん、大塚選手、それから鈴木亮太選手がついてますよね。はい、でね、はい、武田選手も、ね、後ろ気にしてますよね、うん、でもすんなり切らせますね、ここね。で、まあ、武田選手も意外とかまし先行が好きなタイプですからね。そうですね、うん、でこのタイミングで近藤選手が押し出されるように前に行く、はい、ここね、佐々木選手は先行争いないですからね、うん、で中段中段ですよね。ただ早めにね、武田選手こう巻き返すような形でしたけれども、思ったよりもね、近藤選手が一発も出なかったですね。牽制も大きかったですね、うん、タイミングがずれましたよね、はい、で 外回されて武田選手さらに踏み込みますけれども、阿武選手にも牽制されて外回されてしまいましたね、はい、で佐々木選手に飛びつかれるような形、また出が悪かったので自ら宿口選手がバック、うん、手前あたりからまくりますね、うん、それを見た阿武選手が月森選手を番手まくり、うん、山本選手がしっかり追走して、後ろを少しこうもつれてますけどね、阿武、はい、選手が抜け出して1着、うん、ラインの山本選手が2着、まくり上げた宿口選手が3着でしたね。はい、はい、まあ、ちょっとね、3番の佐々木真也選手もなんかちょっと入るコースはなかったですからね、ちょっと最内に行ってましたけどもね、